アヘド・タミミは、ヨルダン川西岸地区のナビサリフ村出身のパレスチナ人活動家。イスラエルの兵士と対決する写真や映像で知られる。タミミの支持者たちは、マララ・ユスフザイと比較し、彼女をパレスチナの自由の闘資とみなす一方、批判者たちは、彼女は政治的な良心に操られており、暴力に関与することを教育されてきたと主張している。 2017年12月、兵士を平手打ちしたことで、イスラエル当局に拘留された。平手打ち事件は撮影され大きな話題となり、国際的な関心と議論を呼んだ。民ミミは、司法取引に合意した後、刑務所で8ヶ月間服役し、2018年7月29日に釈放された。 ジョリットはこちらにより壁に描かれたアヘドタミミの肖像を2017年12月15日、アヘドタミミはナビサリフ村近隣のイスラエル入植地の拡大に反対するデモンストレーションに参加した。約200人のデモ参加者がイスラエルの兵士に石を投げ抗議行動は激化した。兵士たちは騒乱を鎮圧するためタミミ家に入り抗議者たちを鎮圧した。 タミミ家によると、抗議の最中、アヘドタミミの15歳のいとこであるモハメットタミミは、ゴムでコーティングされた鋼の弾丸で頭を至近距離から撃たれ、重傷を負った。それに対しアヘドは、母親のナリマンと、いとこのヌールと共に、タミミ家の外の二人の兵士に近づき、平手打ちし、蹴り、押し付け、その様子が撮影された。兵士たちは報復しなかった。 2018年3月8日、パリの親パレスチナ派の抗議事件の映像が、母親のナリマンタミミのフェイスブックページにアップロードされ、大きな話題を呼んだ。数日後の12月19日、アヘドタミミは夜間の手入れで逮捕された。占領に恥をかかせたことで選ばれたかもしれない、未成年者に軍事裁判所を使用することについては懸念があったものの、13日後、 た耳は暴行、扇動、投石の罪で起訴された。彼女の母親といとこのヌールも共に事件に関連して逮捕された。彼女の母親は動画を投稿したことで、起訴状によるとイスラエルに対する暴力的攻撃を促したとされ、扇動と暴行の罪で起訴された。この事件は世界的な注目を集め、パレスチナとイスラエルの社会では、 兵士の抑制的な様子についての議論に拍車がかかった。民意を支持する集会が北アメリカとヨーロッパで開催された。2018年3月24日、民意は検察側との司法取引において刑務所で8ヶ月服役し5000シェケルの罰金を支払うという同意した。合意の一環として1回の暴行、1回の扇動 および二階兵士を妨害したことで有罪を認めた。刑務所にいる間、民は高校の学位を取得した。7月29日に釈放され、法律を研究し、占領に責任を負わせることを決心した。分離壁上の民の壁画は、ジョリット・アゴチを含む二人のイタリア人アーティストによって、彼女の釈放時に敬意を表して完成されました。 両方の芸術家は逮捕され強制的にイスラエルを出国させられた。ありがとうございます。